常に行き急いでるんでですね、めちゃくちゃせっかちです。せっかちだから待ち合わせとかなんか30分前ぐらいに行っちゃいます。せっかちすぎて。今日20分前に。高橋さん、最後の回はですね、はい、まあ、今後の J フロンティアというキーワードでお話を聞いていきたいと思うんですが、はい、22年度の、5月期の今期の着地予測が、売上で約105億、はい、利益で約8億、はい、で今の中期経営計画も出されてると思うんですけど、はい、25年に300億、はい、で28年に、はい、これ大台ですね、はい、1000億、はい、ここの部分ちょっと聞いていきたいと思います。 ありがとうございます、はい、まずはですね、やっぱ3つの既存事業の成長っていうところはもちろんやっていくのと、うんうんうん、あとは即約の周辺領域での成長っていうところが2つ目と、はい、あとはそういった即約とのシナジーがある事業領域 の、 企業 の、 M&A っていうのをこの三軸で事業を成長させていこうと思ってまして、既存事業もですね、やっぱ 120% から 130% の CAGR というのはまあしっかりやっていきながら、新規事業も含めて 130% から 140% を3年やればですね300億いきますんで、まずはそこを目指して事業スピードを上げていきたいなと考えてます。はい、ちなみに上場されて、まあ、今日現在でいうと 約9ヶ月なんですけども、はい、もうすでに M&A を5件か、そうですね、で4社プラス1事業っていう、うん、はい、攻めまくり、はい、もう攻撃は最大の防御だと思います。攻撃は最大の防御、はい、かっこいい、はい、ちなみに、はい、資料にも、はい、リストといいますか、はい、M&A やる領域明確ですね。はい、未病の領域と疾病の領域というふうに分けて考えてまして、これ対別すると2つですね。対別すると2つですね、うん、で未病というのはですね、その病気になった後に今度かかんないように健康状態を維持する領域です、うんうん、OTC の薬であったり漢方薬であったり、うん、あとは健康食品とか機能性用事みたいなものとかで、うんうんうん、やっぱ健康法で維持していきましょうということですよね、はいはい、だって疾病の領域っていうのは、うん、やはりその初期症状に合わせてじゃあ今度診察が必要になったりとか、はい、じゃあ今度実際に即薬と同様に、うん、薬をやっぱ処方して、うん、また飲まなきゃいけないとか、うん、この2つの領域で企業シナジーがあるところの M&A っていうのをやっていこうと考えてまして、うん、実際に今回買収させていただいた会社はですね、はい、医薬品の製造をやっている CD という会社、これは実は例えばヤフーショッピングでいうと、うん、健康この爽快ドラッグの3番目ぐらいに実は薬を売ってる、はい、大手の資本が入ってない中では一本どっこで薬をやっぱりずっとやってる売ってる会社で、うん、社長さんが薬剤師さんで、うん、結構薬にやっぱ詳しいんですよね、うん、やっぱその製品開発を上げていくっていうような会社であったり、うんうん、あとアルファランという会社は、はい、まあ、BPO ヘルスケアマーケの方になるんですが、もともと我々がやってる D2C のコールセンター領域であったりとか、うんうんうん、あとは DM の配送をですねやっていて、日本でいうと GMO ペイメントさんとかネットプロテクションさんとかメルカリさんとか楽天のそういう配送をやってるんですよ。で結構そのクリエイティブとかがやっぱり得意で、病院薬局に対しての DM を送ったら反応が良かったんですね。なので病院薬局の集客につなげていったりとか、あとはそのヘルスケアで医師やってる会社とかってなかなかオフラインの反則苦手だったりするので、そこの反則支援という形とか、まあそういった全部の事業領域関係しているような企業の買収というのをやってますね、はい、今期の着地がまあ105億トップラインでいうと、はい、3年後に300億、はい、結構その既存事業で、はい、結構いけるイメージみたいなのは、まあ手触り感みたいなのあるんですかね。そうですね、なのでその既存事業では 130%140% 伸ばして試薬、うん、の周辺領域で50億ぐらい作るんですけど、まあ、この実は300億のうち、うん、100億ぐらいは新しい M&A というのも検討してます、うん、おお、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあもう M&A も日々ソーシングして、そうですね、あ、はい、同時並行でやります。はい、スピードを上げるってことですよね。やはりそのゼロから立ち上げてこうって事業を作っていくよりも、うんうん、今回MA した会社で非常に事業シナジーがすぐ起きている会社、すでにそこから即薬の紹介でかなり診察件数と即薬の導入数増えてるんですけど、 EX パートナーズっていう会社はこれホスピタっていうですね、うん、病院検索サイトをやってまして、で14万件の医療機関登録されていて、もともとホームページがない病院がそこに載せて検索されて診察来るというサイトなんですよ。月間100万人ぐらいを使ってるんですけど、すごい、この病院に対してじゃあオンライン診療のソリューションを提供して、そこから来た会員がオンラインで受けられるようになれば、LINE ももちろん増やせるしオンラインも増やせるしという形で非常に事業シナジーがあるような会社になってます。明確に、はい、その対象を決め
れますよね。そうですね、買収対象というか、はいはい、明確にこういうサービスをやってる企業がないですかっていうようなのは常にアンテナ張りながら、うん、あとはやっぱり基本的にはやっぱ社長さんが残ってくれて事業推進をしていただけるのと、あと我々 の, そのデジタルデバイドとか医療の DX 化っていうところに共感していただいて、一緒の船に乗っていただけるあの方とやっぱ一緒にやっていきたいなと思います、はい、山田さん、あのもう本当 すごいスピードで M&A もあの かつ既存事業の投資も含めて、はい、山田さんもう本当なんか乾きまくってますね。ありがとうございます。行き急ぎまくってますね。いやいや、もう行き急いでますね。あのやっぱりその目指してるのは本当に1兆2兆じゃないですけど、うん、本当にやっぱそこの領域まで行く、うん、イメージでいうとやっぱり例えば薬剤とかも 7.7 兆ある市場があって、今社会保障っていうのは大体45兆円ぐらいなんですけど、これ2040年には95兆になるって言われてるんですよ、うん、医療介護給付金、これ社会保障ですよね、うんうん、で国家予算が107兆しかない中で、うん、95兆が社会保障なんですよ、うん、大変なことじゃないですか。やっぱここを良くしていくのがやっぱこの国のためになると思っていて、やっぱりお医者様のため、うん、薬剤師さんのため、うん、そんだけ増えるんだけど医療従事者って20年後横ばいで増えないんですよ。どん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 医療現場きつくなってくるんですよね、うん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 、でこの人たちの一助になりたいっていうこともそうですし、うん、あと患者さんの高齢化が進んで、うん、そこも救いたいですし、難民ですよね。そうです、医療難民 でこの社会保障費っていうこの予算の問題も削減しなきゃいけないので、うん、この全てにやっぱりその即薬という事業を通じて、うん、あのまあ、貢献していけるようなあの企業になっていきたいなと思ってます、うん、はい、それをできるのは私しかいません。はい、息びっくりでしたね今。なるほどなるほど、はい、僕あの本当にですね、たくさん上場企業の経営者の方をお会いさせていただくんですけど、はい、やっぱり僕結構川木戸みたいなのですね、はいはい、結構実は見てまして、はい、皆さん結構あの上位ランクで乾いてますよ。ありがとうございます。やっぱりその私自身が目指したいのはもちろん医療に貢献ということもそうなんですが、うんうん、やっぱ自分の使命というかですね、私はその命を使うって書いてやっぱ使命って読むじゃないですか。でやっぱりじゃあ人間って80年生きたとして1年の密度が100倍だったらですよ、普通に生きた80年より8000年生きた価値のアウトプットを世の中に出せるじゃないですか。天文学的な年数ですね。いやいや、だやっぱりそれってじゃあ、あのソフトバンクの孫さんもそうですし、三木谷さんもそうですけど、はいはい、じゃあ彼らがこうやって会社作ってで30年とかで今のこの売上高とか利益規模になるって時の30年間の1年1年の密度ってめちゃくちゃ濃いじゃないですか。あ、そうですね、あの1台でこうやって作られて、だからそうやってアウトプットがやっぱり大きいじゃないですか。やっぱり私は人生ってその何年生きたかじゃなくてどう生きたかだと思うんですよね。生き急いでるっていうのはですね、まさにそういうことで、やっぱりどれだけこのアウトプットを出してそういう社会に世の中に日本に引いては、まあ、世界にね、うん、貢献して死んでいけるかみたいな、うん、この生き様と死に様でその中でやっぱり私はやっぱ事業官も民も政もっていうところでやっぱ事業家としてこの国にやっぱり貢献したいと思ってるんで、うん、あのまあ、常に生き急いでるんでですね、めちゃくちゃせっかちです。せっかちめちゃくちゃせっかちです。しかも、はい、めちゃくちゃ忙しそうなんで毎日。いやいや、もうあのだから待ち合わせとかなんて30分前ぐらいに行っちゃいます。せっかちすぎて。せっかち。今日20分前にあのビルの前で会いましたよね。うろうろしてました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ中川さん、もうこれからあのますます楽しみにしてます、ね、はい、あの引き続きだからね、いろいろと頑張ります。本当によろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ということで今日は、Jフロンティア代表の、中村さんにお越しいただきました。中村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。